おはようございます。ていうか、まあ、こんにちはですね。今2時なんで飯ですよ。めちゃめちゃ腹減ってて、スーパーで買ってきました。これは350円のうどんとロースカツで、これはちょっと熊本県産の231円のアサリなんですね。でこれちょっと料理していきましょう。アサリの酒蒸しと、これ沖縄県産の三杯酢もずく。アサリの酒蒸しってね、僕昔から大好きで、たまに食べたくなるんで、火をかけます。そして丸を入れる。日本酒、酒蒸しですね。お酒でどんぐらいだろう。こんなもんでいいかな。こんなもんでいいかな。蓋が開いたらもう食べれるからね。あと味付けはね、なしがいいと思う、個人的に。なんか塩とか醤油とか入れるとね、辛くなるだけで、なんかもう素材そのものの味で、お、美味しいって感じだね、酒蒸しって。まあニンニクとかいろいろ生姜入れたりとか、いろいろね、場所によって、まあ、これ酒だけ入れる、これぞ本当の酒蒸し。ほら蓋が開いてくるからね、見てて。ほら蓋が開いたら食べれるよ。ほらこれも開いてるね、これね。ちょっと待って、これ見えてる、これ。もう蓋が開いちゃう。でこの時蓋が開かないのがいるのよ。それは死んでることもあるんだね。で蓋が開かなかった、砂だけ入ってたとかもあるんで、まあ、全体的に蓋がバーンとこれ開いたらもう食べれますよっていう。ちょっと粒がちっちゃいかな、熊本県産の、時期がまだ小さい時期なのかな。もうちょっと大きいのがいいんだけど、ちょっと一個味見してみようか。こんなもんでいいでしょ。できました。じゃあいただきましょう。どうかな。うわー、この日本酒のとろみと、ちょっとアサリは小さいですけど、とても美味しい。これね、ちょっとこのスーパーで300いくらのちょっと激安のやつなんで、そんなにクオリティは高くないかもしれない、これは。うわー、イエー、ちょっとよだれがたまらん。ちょっといただこう。うおー、うどんから。うわ、もう腹が減ってよだれがたまらんわ。うどんは正義だからな。うわ、スーパーの味でもうまい。ちょっとなんかスーパーでだとやっぱり安っぽいっていう感じの味するけど、うまい。ロースカツ2切れ、よし、いただきます。この肉、いい肉使ってるわ。ちょっと汁飲んでみるわ、アサリの。うわ、懐かしい味。最後はこの沖縄県の三杯酢、これ酢の物、いただきます。おお、おお、さっぱりしてうめえよ。うわ、すごい酸っぱい。